パークコート麻布十番ザタワーは東京都港区三田に所在する超高層マンションである。本校では敷地内に建てられたパークコート麻布十番三田ガーデンも合わせて記載する。計画地に相当する区域には明治時代前期に伊藤博文が屋敷を構え明治大正期には住宅街が形成された。関東大震災及び戦災からも免れたが、 道路などの公共施設は不十分なままに止まった。昭和末期に町の再生に向け地元住民主導の町づくりを行うべく小山町町づくりの会が発足。1992年には三田小山町第二地区市街地再開発準備組合を設立したものの住民間で合意に達することができず時が流れた。 1997年に東京メトロ南北線が開通したことや2000年の都営地下鉄大江戸線の全線開通を控え住民の間で再開発の機運が盛り上がり1999年準備組合は事業協力者として体制建設を選定2001年に都市計画決定にこぎつけ2005年再開発組合を設立 2010年5月に36階建てのタワー棟、9階建てのミタガーデン棟、3階建てのコモンラウンジ棟からなるパークコートアザブ10番ザタワー、ミタガーデンは竣工した。総事業費は約326億円。幹線道路側より5メートル後退して配置し、周囲に緑豊かな歩道上空地を設けた。基段部である1階にアーケード形状とした外向き店舗を、 2階には事務所を配置。重庫は4階から36階に据え、屋上のトップにはオパール形状のガラスカーテンウォールで囲まれたティアラデッキを作った。セキュリティは良いであることに加え、来訪者にもゲスト用にも IC カードを発行している。販売価格は最高で4億4300万円だった。外部廊下形式の9階建て板状型重庫で、主に権利者向けとして建てられた。 名称は、権利者の三田の名前を残し、住み続ける町づくりへの思いから付けられた。ありがとうございます。